何を恐れているのか中国政府。今、台湾南部に展開している。米原子力空母セオドア・ルーズベルトへの威嚇行為が行われた。その時セオドア・ルーズベルト空母に何が起きているのか。詳しく見ていきます。中国も台湾と尖閣を同時に仕掛けてくるかもしれません。その時では手遅れになります。もう現実問題待った、なし状態です。大陸の中国が台湾に向けた軍事的なしい行為を繰り返すのは、もはやあるし、聞き慣れ見慣れた行動かもしれないが、2021年に入り、その姿勢はさらに、激しくなっているように映る。1月23日、24日の両日にわたって、中国軍の戦闘機や爆撃機などが台湾の、防空識別圏への侵入飛行を繰り返しており、これは政権交代を迎えた。アメリカの出方を伺うものとも言われている。折しもアメリカ海軍の大型原子力航空母艦のセオドア・ルーズベルトがフィリピン方面から台湾の南方沖にあたる南シナ海へ向けて航行しており、これを威嚇する意味もあったようだ。今回確認されたのは、中国軍の J16 や SU-30 などの複数の戦闘機や、H6 爆撃機、Y8 戦勝回帰などだが、かつて、1995年から翌年の、第3次台湾海峡危機で引き下がった中国の姿がもうない。その当時であれば、アメリカの大型原子力航空母艦の中国への接近に、なすすべがなかった中国だが、今や J16 や SU-30 などの戦闘機には様々な、空対艦巡航ミサイルを実装しており、自信を深めているかのようだ。そのため、今回中国軍は、セオドア・ルーズベルトを標的と定めて、前述の戦闘機や爆撃機からの空対艦ミサイルによる飽和攻撃をシミュレーションしたとの見方も出てきている。無論、セオドア・ルーズベルト側でも常時哨戒活動は継続しており、不測の事態に備えて複数の艦載機が警戒に従事した模様だが、従来のような存在するだけでの威圧感は低下したのは事実だろう。こうした現場での中国軍の行動と呼応して、中国国防省の報道官は、1月28日に行われた記者会見で、台湾の独立を唱える勢力とは戦争も、辞さない旨の発言を行い、強硬姿勢を貫こうとしていることが見て取れた。香港に約束していたはずの一国二制度を法具にし、事実上、中国共産党の直の支配下に吸収した中国は、そもそも自国領の一部だと唱える台湾に対して、何の遠慮もいらぬとばかりに振る舞い出した。人口約2400万人の台湾と約14億人を要する中国とでは、仮に中国が台湾を併合しようとしたところで、経済的な規模や資源といった分野では実質的にあまり利点がないと映るかもしれない。しかし、政治的には正当な中国の祖国統一という大目標を達成することになり、第二次世界大戦以後の2つの中国に追従支付を打つことで、中国国内の求心力の拡大に大きく寄与するものと言える。そして、また軍事的には、南シナ海や東シナ海に続き、
西太平洋から太平洋全域を視野に入れた勢力圏の拡大が予想され、アメリカに抑えられている。同海域への積極的な進出が加速する恐れがある。2020年11月のアメリカ大統領選挙においては、トランプが中国との対決姿勢を明確に打ち出していたのと比べれば、下馬評でのバイデンは、中国寄りな人物との見方が大勢を占めていた。アメリカ大統領となったバイデンは、1月23日に声明を出し、そこでは、現在の台湾政権への支持と中国が行うし、異行為に関してこれを牽制する姿勢を示し、トランプ路線の継承が感じられた。ここまで中国があからさまな台湾への圧力を強めてきたのは、遡れば実は、昨年2020年の9月以降からだったのではないかと、中国軍機の台湾の防空識別圏への侵入の様子からは感じられる。大陸の中国と台湾は、約 100km ほどの幅の台湾海峡を隔てているが、中国共産党との国境内戦に敗れた台湾へ逃れた蒋介石の国民党政府は、台湾海峡のほぼ中央に中間線を設定した。この中間線は、おおよそ国際的な取り決めなどに準拠したものではないが、台湾が中国軍の侵入を攻撃だと見さすか否かの判断にこれまで用いられてきており、台湾側が引いた防衛線といえる。これを超えて中国軍が台湾側に侵入する場合、それを台湾側は迎撃するといういわば目印であり、2020年9月までは中国軍もそこを踏まえて、あえてそうした行動は控えていた状態だった。それが2020年9月18日に、ほぼ50年ぶりに中国軍の航空機8機が中間線を越えて台湾側に侵入、翌19日にも19機が侵入するなど、一気に行動をエスカレートさせたのだ。同時期に中国軍は東シナ海、南シナ海、黄海、渤海の4海域でも大規模な軍事演習を挙行し、台湾のみならず周辺国への威圧をこれまで以上に強硬に行っており、日本でも大きく報じられた。中国がこれまでより一段とギアを上げて台湾と対峙しだした背景には、台湾を攻撃し占領するために大規模な上陸作戦を敢行する能力を急速に整えつつある点もあるのかもしれない。2020年8月にテスト公開したばかりの075型強襲揚陸艦が、すでに3番艦も2021年1月に進水したと報じられ、さらに追加で5隻の建造と次級の強襲揚陸艦の構想も進められている状態にあるからだ。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2020年6月18日、日本の接続水域内、鹿児島県奄美大島の北東で、潜航する外国の潜水艦を発見したというニュースがありました。発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P-3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などです。外国の潜水艦が接続水域内を潜ったまま通過するのを確認したのは実に2年半ぶりのことだったそうです。どの国のものなのか、目的などについて防衛省は、日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして、何も発言していませんが、政府関係者によると、おそらく中国海軍の潜水艦とではないかという見解があるそうです。ここで、よくニュースに登場する接続水域について説明しましょう。接続水域とは、その国の領海、領土から 22km の外側で、かつ、領土から 44km の範囲を指しています。その地域から先が、排他的経済水域。EEZ、エクスクルーシブ・エコノミック・ゾーンと呼ばれる水域です。潜水艦が、領海を航行する場合には、海面まで浮上し、国旗を立てなければなりません。つまり、領海では潜航は禁止されているのです。領海内では漁業も行われていますから、安全を考えれば存在を明らかにするのは当然ですよね。しかし、接続水域内では潜航することが認められているそうです。今回は、日本の領海ではなく、接続水域ですから潜航するのは、禁止はされていません。とはいえ、領海の鼻っ端をこっそり、往来されるというのは、なんとなく不愉快な思いはしますよね。この事態に、海事の元潜水艦艦長である元潜水艦艦長がインタビューに答えてくれました。元潜水艦艦長は海上自衛隊の元海将で、潜水艦、林尾の艦長などを務めた経験豊富な方です。現在は、金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の職にあります。彼は、この潜水艦は中国籍に違いないでしょう。人間一人一人に、それぞれ指紋があるように、潜水艦にもスクリュー回転音などの、音紋というものがあります。同じ、音紋はありませんから、潜水艦の指紋とも言われます。詳細は話せませんが、海上自衛隊は、そういう情報をすべて持っています。つまり、音紋を調べると、潜水艦の名前も国籍も判明するのです。今回の、相手、中国は、自分たちが日本の海事に捕捉されているということは重々わかっていたはずです。それなのに、あえて接続水域を潜航するというのは明らかに意図がありますね。
外事の探知能力を試そうと考えていたのでしょう。中国は習近平主席による独裁体制が確立して以来、愛国心を高揚させるため、軍の主導によって対外的な強硬策が取られるようになっています。たびたび緊張が走る尖閣諸島での行動もその一つですが、実はこれも去年から動きは始まっていました。こんな風に平時においても様々な動きをして相手と抑止力をぶつけ合ったり睨み合いをしているというのが現実ですと話してくれました。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われています。さすがは軍事大国中国と言うべきでしょうか。この数は日本の保有数を大きく上回っています。前述の元潜水艦艦長は数だけの比較で見れば確かに海上自衛隊は中国に追い越されています。しかし問題は潜っている潜水艦を発見する能力の違いです。現在はアメリカ海軍が世界トップですが、1990年代平成初期までは海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態でした。海自は横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていましたから、アメリカに引っ張られるようにして能力がアップしていったのです。それにプラスして P3C 哨戒機を100機揃えたことで一気にレベルが向上しました。一例ですが、私は1998年平成10年にハワイ沖で行われたリム PAC 環太平洋合同演習に日本代表として参加しましたが、潜水艦林をたった一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させることができました。現在、対潜水艦戦技術に関しては、イギリス、フランス、ロシア、中国も、いまいちです。イージス艦の能力とミサイル防衛の能力については、日本とアメリカだけが断トツに優れています。だからこそ、アメリカは、海自に対して、世界で自分たちと一緒にやっていけるのはお前たち日本だけという態度です。アメリカが日本と強く結びついている状態を中国海軍政府が強く意識しているということでしょうね、とも語ってくれました。これも防衛省関係のニュースでよく登場する単語ですが、リム PAC。リムパック、環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍の主催により、ハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことです。日本の海上自衛隊は、1980年、昭和55年、から参加しました。元潜水艦艦長が参加した1998年のリム PAC には、日本、アメリカの他に、オーストラリアと韓国も参加しています。では、
ここ最近の外国艦艇の行動に関しての発言を紹介します。中国潜水艦の潜航を受けた河野太郎防衛大臣は、自衛隊に緊張感を持って、情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、と、指示しました。このような外国との緊張をはらむ関係については、広報戦略の一環として、わざと国内外に知らせることもあるそうです。この活動の課題について、再び元潜水艦艦長の意見を伺いましょう。元潜水艦艦長は、私は2001年の同時多発テロ 9.11 前後にワシントンで駐在武官をしていました。当時アメリカでは、エムベド、記者などが従軍すると言葉があり、戦場に記者を同行し、軍の動きをありのままに見せるということがありました。私は、こういう時代が来たと感動しました。その後、自衛隊の広報室長の職も務めました。しかし、日本のお役所というのは、なかなか固い部分が多くて、記者などの外部の人間に情報を提供したり、実態を見せるというのを、回避したがるようでしたね、と語ってくれました。つまり、一般国民に国防に関わることを教えるのは難しいというよりも、教えたくないという雰囲気が強いのではないでしょうか。とは言っても、海で働く人たちは、海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではありません。漁業関係者のみならず、観光客を、相手の商売をしている人も、たくさんいます。そのような人たちを含めて、多くの人々に日本が抱える、対外的な課題を知ってもらうことは必要ではないでしょうか。そのためにも、防衛省や国の機関は情報を、広く公開してもらいたいと思うところです。アメリカ海軍は20日から21日の2日間、南シナ海で自由作戦を開始していました。中国が勝手に進めている人工島建設への抑止策として、この作戦を展開したのです。ところが、翌日の22日に、スカボロー礁付近で爆発が起きていたことが分かりました。なんと TNT、トリニトロトルエン、代表的な爆薬換算で、最大20キロトン相当の放射線量が観測されたといいます。南シナ海の海底 50m での爆発だったそうです。爆発直後、
台湾と中国沿岸部では、急激な放射能レベル上昇を観測、センサー類も発生した衝撃を観測しました。ちなみに、このスカボロー礁は、フィリピンのルソン島の西 230km の距離にある海礁で、フィリピンの排他的経済水域内にあります。ということは、中国にとってもアメリカにとっても外国領のはずです。が、中国は、このスカボロー礁も、自国領として、実質的な支配下に置いているのです。爆発地点は、アメリカ原子力潜水艦の定期的航行コースとされていたので、アメリカ海軍の原潜が爆発したのではないかという憶測も広がりました。アメリカのラジオ局が、軍の情報をキャッチし、報道したそうです。内容としては、TNT 換算10から、マックス20キロトンという情報が入ったとのこと。ただし、この地点は、アメリカ原潜が往来している海域という情報についての公式発表はありませんでした。というか、発表する方が変だと思いますよね。潜水艦の所在を公表することは、潜水艦の存在意義そのものに関わる大事なことですから、公にしたら、裏の糸を勘ぐってしまいます。原因としては、原潜が爆発したのか、何らかのトラブルがあって、放射能関連部分が破損して爆発したという可能性が高いとされているようです。場所は、アメリカだけではなく、中国も関係するところです。どちらの潜水艦なのか、未だ分かっていないということです。これだけの爆発なのに、報道も全くなかったのは、なんだか、怪しい気がします。でも、どちらにしても、この事実は、なかったことになるのでしょう。恐ろしいことに、最大値では、広島、長崎よりも大きい放射線量を観測しているというのに。一体何が起きたのでしょう？そして、アメリカは、12月4日、海軍が、新世代原子力潜水艦の建造に着手すると公表しました。この爆発の後で何やら焦って公表したようにも感じられました。新原潜の建造はバージニア級9隻で予算は222億ドル超、日本円では2兆4000億円という高額契約ということです。この最新鋭原子力潜水艦にはトマホークミサイルを40発発射可能な設備 SLBM が搭載される予定ですが、現在はマックス12発という制限を受けているのです。攻撃型原子力潜水艦はアメリカの真骨頂とも言えますし、得意分野です。すでに先行震度に耐える新たな材料を開発しているのかもしれません。潜水艦の重要ポイントである、静粛性は言うまでもないのですが、原子炉の熱をどうやって隠せるのか、または冷却できるかで、存在を発見されることのない、いわば、海底での忍者になることができるのです。静粛性では、日本も負けてはいません。しかし、原子力潜水艦には、稼働時間や航続距離などでは劣ってしまいます。原子炉は限りなく無限に稼働できると言っても過言ではないでしょう。しかし、運用するのは人間です。食料などや補給、休養など乗組員の福利厚生の問題もあります。つまり、無限に潜航はできません。補給をどこかでやらなければならないのです。アメリカの原子力潜水艦は、1000m も潜れる潜水艦もあるとのこと。もっとも公式発表はありません。そんな潜水艦が原子力で攻撃型だすれば、やはり
周辺国への抑止力効果は絶大と思われます。そしてアメリカでも SLBM の発射実験が12月14日に行われました。最新鋭原子力潜水艦建造計画を発表した後の出来事ですから、やはりこの一連の報道に関係性を感じずにはいられません。ただしアメリカ側は抑止力効果を狙ったものだとの報道もあり、 SLBM トライデント 2D5 はこの発射実験で176回目の成功という報道が流れました。中国の ICBM もアメリカ本土全体を射程距離に入れています。どちらのミサイルも抑止効果を狙ったものでしょうね。しかし、中国の潜水艦技術が年々上がってきている状況の中、北朝鮮もSLBM 搭載潜水艦を建造しているのです。と同時に、SLBM 発射実験を行いました。実験発射とは発表していますが、日本や韓国は、これを飛翔体と呼んでいます。ミサイルですよね。実は、韓国も、SLBM 発射装置を搭載した潜水艦建造を計画しているのです。この計画がどう進むかはわかりませんが、中国も潜水艦はまだまだという情報もあるので、日本などの先進国の潜水艦とは全く別物と考えるのがいいかもしれません。それにしても、韓国が潜水艦、北朝鮮への抑止力になるでしょうか？むしろ、戦車とか航空機などの地上と空を防衛するべきじゃないかと思うのですが、余計なお世話かもしれませんね。南シナ海や東シナ海は、日本やアメリカにとっても重要な海域です。中東からの原油などを輸送するシーレーンとして、航行を妨げられないように守る必要がある海域です。そんな海域で、かなり好き勝手に行動しているのが、中国ですね。アメリカが、スカボロー礁沖での中国の行動人工島を作り、軍事基地建設を行ったことに危機感を抱いたのは当然です。中国は何も作らないという協定を破り、いつの間にか軍事基地へと変化させ、現在ではかなり大きな島に変わってしまいました。滑走路などもあり、補給ができるほどの基地になったのです。今までは南シナ海を自由に航行できるほどの軍事規模もなかったのですが、物量作戦が得意な中国は、建造スピードが桁違いに速く、次から次に新施設を建造しています。人も金も惜しみなく注ぎ込んでいると言っていいでしょう。と言っても、中身の良し悪しは別物です。アメリカには追いつかないと推測されますが、数で襲ってきたら、さすがの軍事大国アメリカでも太刀打ちできない状況へ陥るかもしれません。そうなると、最新鋭の装備品が、今後の鍵を握ることになると考えられるのです。人間が使うのではなく、ドローン、または自動化へと変わっていく、過渡期に誤って発射事故などが起きて最悪のシナリオにつながるのだけは阻止したいものです。今後どういった性能の兵器が出てくるのか、そこに人間が関わることになるのかなども非常に気になる部分です。ここで連想してしまうのがターミネーターなんですね。オープニングの煙の中から登場する銀色の人間のシーンはあまりにも有名ですね。カリフォルニア知事も務めたアーノルド・シュワルツェネッガーが演じ、大ヒットとなりました。サイボーグの暗殺者ですが、あのような状況だけは作ってはならないと思います。
感情のない機械に戦いをさせ、人間が痛みを感じない時代は来てほしくないと思うのです。様々な反応を見ますが、実際には何が起きているのかわからないという声があるのです。核実験ではないかという間違った見方も実際出てきているようです。これはありえない話で、本当のところはアメリカの原子力潜水艦と中国潜水艦との何かの小競り合いだったのではないかと思われます。ここへ来て、世界最強の原子力潜水艦の建造計画まで出てきたというのは、なんだかつながりがあるのではないかと感じています。SLBM 発射実験も一連の流れではないのでしょうか。この報道が以後行われていないということも引っかかります。極秘扱いになっているのでしょうか。